水木奈々さん、西川貴教さん、こんばんは。こんばんは。アニメも始まって発売日も近づいてきて、革命デュアリズムを耳にする回数が増えてきて、はい、聞こえるたびにテンションが上がっている日々を過ごしています。うん。CM では奈々さんと西川さんが向かい合って歌っている映像が流れていますが、うん、いくら仕事とはえ、二人っきりで顔を見合ってということで恥ずかしかったりしませんでしたか？僕なら恥ずかしいです。そりゃ そうだよね。いや、それは恥ずかしかったですよ。はい、最初まずテストでね、はい、向かい合ってこうカメラのアングルとかもあるんで。そうなんです。で、どのあたりを、お顔のどのあたり見ればいいですかって、うん、はい、ありましたね。恥ずかしくて。そう、なんか逆になんかもうそのなんかね、そうで、ガラスというかね、あれ1枚挟まってたんですよね。アクリル板のようなものが、お互いそれぞれのね、そうなんです、それぞれの世界を、はい、まあ、はい、その見えないものでこう、まあ、分けてると、そうそうそう、うん、でその中でこうお互いがこうそれをこう挟んで、はい、お互いの気持ちをぶつけ合うみたいなね、はい、まあでもなんか最初は本当にまあとはいえ、だってもう半年以上あの段階でもね、そうですね、一緒にいる時間とかも随分あったりとかしてたんで、はい、あれいきなりだったら、だからこれ1曲目じゃなくて本当に良かったと思いました。だから本当にね、最初はだからまあこう徐々にですけども、はい、こう僕からするとですね、はい、水木さんの左耳ぐらいからスタートして、ちょっとずつ、ちょっとずつ、いやでもそれで左目にかかったぐらいで始まって、はい、で、まあ、回数重ねていくと、はい、もうあんまりね、逆にもうなんかもう歌い始めちゃうと、そんなこと気にしてる場合でもないっていうか、そうなんです。なので音が始まるまでは、うん、こうちょっと目を私もそらしていて、ね、でチャラララチャラララって始まった瞬間にグーって見て、そう伝説のからちゃんと見るっていう、いやだから決めていて、僕分かったのは、はい、その時、いや水木さんも僕と同じようにやっぱこうスイッチ入れる人なんだなっていうのはすごく分かりました。そうじゃないとダメなんですよ。音はい、だから本当イントロ始まるといきなりスイッチ入るから。入ります、入ります。ね。だから全然恥ずかしくなくなるんです。あれが、だから何が辛いって、曲が、ここまでっていうところは、はい、まあ、演出の監督の方が、はいはいはい、もうこれまでですよっておっしゃって、はい、まあ、切り上げるんですよね。はい、それ突然切り上がるんで、はい、これが、音が止まった瞬間、はい、ってなります。ほら、こう、さっきまでホームで、なんでそのマジやってあんでしょって、ピシッだからこうなんかそうなんかね、そうそう、ホームであんだけちょけてたのに、扉が閉まった瞬間からもう途端にこう、心が閉じるみたいな。そうなんです。だから私、思い出したんですけど、1曲目のクリップの時が、すごい大変だったんです。だって、初めて一緒に、映像を撮るじゃないですか。そうね、そうね。で、リップシンクじゃなくて、西川さんと対面して、セリフを言わなきゃいけない。音楽が鳴ってない状態で、西川さんが上半身裸なんですよ。そうですよね。私、もうどうしていいのかわからなくて。そうですよね。っていう。あれだって僕本意じゃないですよ。そうなんですか？僕が見たいみたいなテンションじゃないですよ。演出上、そういう、だからこう、あれは、はい、まあ、もしやったらペロペロのビデオとかもしか見ていただけると嬉しいんですけど、あれは、要はその、はい、まあ、トランスポートというか、その石だけが飛んで、そうですね、はい、その 3D、まあ、映像みたいな形で転送されているので、はいはいはい、石の、そうなんですよね。ね。だから何も身にもまとわず、石だけが飛んできてるっていうことだったんで、はいはい、僕もだからあれですよ、実際映像の時に、はい、ケツまで加工されてると思わなくて、あ、お尻出てる設定だったんだみたいなのは後で知ったぐらいですからね。そうあ、ケツ出てんだみたいな。ちょっとびっくりしましたけど、そう、ケツ丸ごと出てましたからね僕あ、なんかともすると全裸で水ちゃんの前に立ってるみたいな状況にそれはちょっと慣れてるのかしらと思ってまあまあでもそうでしたね、はい、いきなりもうだからもう水木さんもだから目を見ていいのか乳首を見ていいのかもうチラ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 これが目は泳いでません。巨乳キャラの子がよく見るなんか分かるんですよね、胸見られてる時の瞬間って分かるんですよねみたいな、胸散らしてる水木さん見てない、来てるな、確認一個ずつ確認されてる、ちゃんと目見てます
そういうことがもう、あれか、引きで見るともうここが本体、この目が、こっちが目に見えてるの、あの、ね、ほら、ね、鳥よけの、ほら、どっかのババアが、あのベランダにつけるほら、風船みたいに、ここが目に見えてんじゃないかっていう、不安で。違いますよ、そんなことないです。ちゃんとお芝居に入って、顔見てましたから、そうですよね。はい、そうなんです。だから私思い出したんですけど、1曲目のクリップの時がすごい大変だったんです。だって初めて一緒に映像を撮るじゃないですか。そうね、でリップシンクじゃなくて西川さんと対面してセリフを言わなきゃいけない、音楽が鳴ってない状態で西川さんが上半身裸なんですよ。そうですね、私もうどうしていいのか分からなくて、そうでしたね、っていう。あれだって僕本意じゃないですよ。そうなんですか。僕が痛いみたいなテンションじゃないですよ。演出上そういう、だからこうあれは、はい、まあ、もしやったらペロ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 のビデオとかもしか見ていただけると嬉しいんですけど、あれは要はそのなんかね、そうでガラスというかね、あれ1枚挟まってたんですよね、アクリル板のようなものが、お互いそれぞれのね、そうなんです、それぞれの世界を、はい、まあ、はい、その見えないものでこうまあ分けてると、そうそうそう、うん、でその中でこうお互いがこうそれをこう挟んで、はい、お互いの気持ちをぶつけ合うみたいなね、はい、まあでもなんか最初は本当にまあとはいえだってもう半年以上あの段階でもね、そうですね、一緒にいる時間とかも随分あったりとかしてたんで、はい、あれいきなりだったら、だからこれ1曲目じゃなくて本当に良かったと思いました。だから本当にね、最初はだからまあこう、水木奈々さん、西川貴教さん、こんばんは。こんばんは。アニメも始まって発売日も近づいてきて、革命デュアリズムを耳にする回数が増えてきて、はい、聞こえるたびにテンションが上がっている日々を過ごしています。うん、CM では奈々さんと西川さんが向かい合って歌っている映像が流れていますが、うん、いくら仕事とはいえ、二人っきりで顔を見合ってということで恥ずかしかったりしませんでしたか。僕なら恥ずかしいです。そりゃそうだよね。いや、それは恥ずかしかったですよ。はい、最初まずテストでね、はい、向かい合ってこうカメラのアングルとかもあるんで、そうなんです。でどのあたりを、お顔のどのあたり見ればいいですかって、うん、はい、ありましたね。恥ずかしくて、そうなんか逆になんかもうその人なんだなっていうのはすごく分かりました。そうじゃないとダメなんですよ。音はい、だから本当イントロ始まるといきなりスイッチ入るから。入ります、入ります。ね。だから全然恥ずかしくなくなるんです。あれが、だから何が辛いって、曲が、ここまでっていうところは、はい、その、まあ演出の監督の方が、はいはいはい、もうこれまでですよっておっしゃって、はい、まあ切り上げるんですよね。はい、それ突然切り上がるんで、はい、これが音が止まった瞬間、はい、ってなります。ほら、こう、さっきまでホームで、なんでそのマジやってあんでしょって、ピシッだからこうなんかそうなんかね、そうそう、ホームであんだけちょけてたのに、扉が閉まった瞬間からもう途端にこう、心が閉じるみたい。徐々にですけども、はい、こう、僕からするとですね、はい、水木さんの左耳ぐらいからスタートして、ちょっとずつ、いやでもそれで、左目にかかったぐらいで始まって、はい、で、まあ、回数重ねていくと、はい、もうあんまりね、逆にもうなんかもう歌い始めちゃうと、そんなこと気にしてる場合でもないっていうか。そうなんです。なので、音が始まるまでは、うん、こうちょっと目を私も反らしていて、ね、でチャラララチャラララって始まった瞬間にグーって見て、そう伝説のからちゃんと見るっていう、いやだから決めていて、僕分かったのは、はい、その時水木さんも僕と同じようにやっぱこうスイッチ入れる